映画、地底王国に登場する、鉄モグラ地底戦車とは、SF 作品に登場する架空の兵器の一種で、戦闘に備えたドリルなどを用いて、地盤を掘削し、地中を自由に行動できる車両のことである。作品によっては、地中戦車、地下戦車、ドリル戦車などとも呼称される。先端部にドリル、または放射状に、直線の刃がついたリーマを備え、 前方の土砂を掘削しながら前進するもので、不正地走行用に、キャタピラやオフロードタイヤで駆動する。キャタピラや走行からの連想で、戦車と呼ばれることがあるが、敵陣に、指定から突入する軍用車両ばかりでなく、指定探検、探索用車両、指定に取り残された人々を救出するためのレスキュー車両も総称して呼ばれる場合がある。なお、艦船や航空機の先端に、 ドリルがついているものもあるが、便宜上それらの一部についても言及する。指定世界探検の憧れは19世紀末からあり、ベルヌの指定旅行では洞窟をたどって指定探検を行っている。能動的に掘削を行うためのメカは、小説では指定世界ペルシダーに鉄モグラが登場するなど、20世紀初頭にはすでに登場している。ビジュアル面においては、 1933年に少年クラブの付録、画集未来戦に描かれたものがあり、国産ではこれが最初のイラストレーションとなる。第二次世界大戦開戦後の1940年には国防科学雑誌、機械化が創刊され、小松崎茂などにより局面打開のための新兵器として指定戦車が描かれている。日本軍は日露戦争において、 旅順要塞を攻略するために行動を掘り進む行動戦を行って成功し第一次世界大戦でも各国が行動戦を行ったが行動戦には長時間を要するため行動を素早く掘り進む兵器の実現が望まれていた実際に日本軍では先行放理号機という作業者の研究を行っているまた ドイツ軍は1934年にドリルを装備した連結戦車ミドガルド・シュランへの研究を行ったが翌年には実用化を断念している。イギリスも同時期カルチベーターナンバー6を試作したが実戦投入されなかった。1941年に運の13が発表した少年向け SF 作品未来の地下戦車場は指定戦車の開発を目指す少年技師が 数々の困難を乗り越えていくもので、指定戦車の持つ問題点がすでに指摘されている。戦後になると自由な SF 作品が日本でも発表されるようになり、前述の小松崎しげるは地球 SOS を発表し、その中で指定戦車をイラストと共に登場させている。また、本格的な特撮を使用した SF 映画も制作されるようになり、東宝は小松崎を コンセプトデザインに向かえ、地球防衛軍、海底軍艦を製作する。これらに登場した、指定戦車型ロボット怪獣、モゲラや、地下空兵用潜水艦、高ン号はリメイク作品にも登場するほか、氷河戦士ガイスラッカーのソロン号や、恐竜大戦争アイゼンボーグの、アイゼンボーグ号等、ドリル付き航空機などの足をも生み出している。1960年代まではあまり外国の、 作品には登場してこなかったが、1966年に放送されたイギリスのサンダーバードではモグラーが登場し、今井科学からジェットモグラの商品名で発売されたプラモデルと共に人気を博した。なお、1976年に地底世界ペルシダーが地底王国として映画化された際には、制作にサンダーバードの旧スタッフが参加したためジェットモグラに、 国事した鉄モグラが登場している。同時期、緑商会が発売した地中戦車モグラスシリーズは、オリジナルデザインの地底戦車で、前述のジェットモグラと共に、プラモデルの中で地底戦車ブームを担うこととなる。その後、つぶらやプロのウルトラシリーズでは、ウルトラマンのペルシダーや、ウルトラセブンのマグマライザーなどの車両が登場するが、1971年の帰ってきた、 ウルトラマン以後の作品では、単発の出演しか用意されない状態が続く。また、1970年代中盤以降の巨大、ロボットアニメブームでは、ゲッターロボのゲッター2が片腕にドリルを装備して、自由に地中を進む描写がされており、これ以後も、超電磁、ロボコンバトラー V や、超人戦隊バラタックなど、ロボットが、それまでの戦車に変わる役割を果たしている。なお、 指定戦車の登場作品についてはリンク元を参照。柳田理香優の著書、空想科学特本などで指定戦車の構造上の欠陥や問題点についていくつか指摘されている。現在トンネル工事の主流となっているのはボーリングビットを備えた円盤が回転しながら前進し、同時にトンネルの躯体工事を進めるシールドマシンやトンネルボーリングマシンである。 サンダーバードのリメイク版である劇場用映画には現実のボーリングマシンに形状が近い円盤状のボーリングビットを備えたジェットモグラが登場している。三井三池製作所や茅場システムマシナリー等の土木機械メーカーは行動掘削用に自由断面掘削機を開発している。正面からの外観は螺旋型ボーリングビットやキャタピラのためにまさに地底戦車前としているが、 側面の外観は、ブームの長さから、指定戦車よりも、メーサー殺重工戦車を思わせるものである。コガロックドリルのドリルジャンボ、ワークステーションはいくつもの可動式のアームを持った、掘削機械で、掘削やシールドの設営など作業に応じて、アームを使い分けている。縦工用の 3VM シャフトジャンボは、機動警察パトレイバーに登場する、ピッケル君を思わせる外観であったり、 樋口真嗣がワークステーションの作業の様子を特撮映画風に構成した PV を監修しているなど巨大ロボゼンとした外観が特徴である。陸上自衛隊は前日のロードヘッダーを行動掘削装置の名称で装備している。敵地へ地底を掘り進む行動戦を行うための軍用重機は指定戦車とも呼べるものであるが、現代では行動線が行われる可能性は低く。 行動屈作のための車両を装備している軍は少ない。自衛隊の装備も行動式の延滞の作成が主な用途である。昭和18年11月号には戦車の未来としてヘリコプターと合体したような飛行戦車や潜水艦にキャタピラをつけたような水中戦車とともに砲弾型で前方の約1、3がドリルとなり、下部にキャタピラを持つ。 指定戦車が三村武史名義で描かれている。また、昭和16年11月号の目次カットには、前方にドリルを持つ残号駆作戦車が描かれている。海田雄二は、雑誌で特撮メカの解説を行っており、後天の冷却問題の解決方法として、揮発性の高い薬品を封入したマイクロカプセルを高圧ガスと共に噴射し、 その気化熱で冷却を行っているのではないかとの交渉を行っている。ロードヘッダの前方投影面積を5メートル5メートルの25平方メートルとした場合。ありがとうございます。